カーベル・オーシポビチスホーイは、ソビエト連邦の航空機設計者、製造者、スホーイ設計局の設立者である。1895年7月22日に、ロシア帝国の白ロシアの古いカエで誕生した。1905年から1914年までホメリにある、ギムナジウムに通った後、1915年に、モスクワ帝国工科学校、インペリアル。 モスクワテクニカルスクール、現在のバウマンモスクワ工科大学へ進学した。第一次世界大戦の勃発後、陸軍に徴兵された。1920年に健康上の理由で復員し、大学に戻って1925年に卒業した。1925年に、アンドレイ・トゥポレフの指導の下で、シャッサーシングル、 エンジンドエアクラフトオブ 300CV というタイトルの論文を執筆した。1925年3月にツアギで技術者として働き始めた。その後数年間、彼は世界的に有名な航空機の設計と製造を行った。例えば重爆撃機の TB-1TB-3 が挙げられる。1932年に彼はツアギの設計。 工学部門のトップに任命され、1938年には設計局長へ昇進した。1939年9月に、オークブスホーイという名前の独立した設計局を設立した。スホーイの設計局は、ハルキウに位置していたが、彼はこの地理的な位置に満足していなかった。設計局は科学の中心であるモスクワから離れていたため、 子供スコブエ飛行場に移転すべきであると主張した。1940年前半にこの移転は完了した。1942年の冬にはスホーイは新たな問題に直面した。独祖戦の最中にあたりスホーイは独自の生産ラインを持っていなかったので何もすることがなかったということである。彼は新しい対地攻撃機スマイナス6を開発したがスターリンは いる -2 の方を好み、スマイナス6の生産を開始しないことを決断した。他の機種を製造することは、航空機生産のペースダウンを招き、戦時には好ましくないことと、またスターリンが、スホーイのことをあまり好ましく思っていなかったということが理由として挙げられる。そればかりか戦後は、スホーイの手による、ジェット戦闘機の試作品をスターリンに、ドイツの真似だと。 根拠もなく国評され、科学者刑務所に収容されたこともあった。第二次世界大戦後、スホーイによって開発された戦闘爆撃機としては、スマイナス17スマイナス24などが挙げられる。スホーイによって設計された最後の戦闘機は T マイナス10であるが、彼自身は実際に T マイナス10が飛行するのを見ることはできなかった。 1975年9月15日にモスクワにて80歳で死去した。同年12月25日にソビエト連邦科学アカデミー総裁により彼の深い学識を記念して死後に金メダルが贈呈された。ありがとうございます。